レリーアディズニー来ましたのでダフィーグッズ見てきます。まず2名様ですかね、はい、袋お会計の際に再度必要になりますのでレジでご提示お願いします。ダフィーの新グッズ見ていきます。これがミニタオル4枚ね、かわいい3000円。これはダッフィーとステラル、シェリーメイ、リーナベルの4人ですね。いやなんかこの雪景色の街がすごくかわいいじゃないですか。ね、かわいいね。あ、ベルちゃんのさ、服かわいいね。靴履いてる。確かに寒いからね。寒いからね、履かないと寒いからね。これなんだ？なんかステーショナリーセット的なやつですかね。そうだね。なんて書いてあるの？グリーティングカード、あ、カードね、なんかクリスマスのカードだと封筒と、うん、こっちはなんかあれかな、便箋みたいな、うん、え、待って、スタンプついてるけど、スタンプ超可愛くない？可愛いね。スタンプめっちゃ可愛いんじゃないですか。これが2800円です。可愛い、2本あるよね。これね、なんかちょっと見づらい、暗くて見づらいんだけど、え、スタンプがめっちゃ可愛い。なんか個人的になくならないのがさ嬉しいからさ。そうだね。そう、スタンプとかなくならないからいいよね。で、これがポストカード2枚とマスキングテープ。ポストカードね、いいね、可愛いね。これ可愛いんじゃない？これめっちゃ可愛い。あとこれマスキングテープ、結構あの女子好きな人多いんで、うん、集めてる人多いからちょっとこれいいじゃないですかね。あ、ね、こういう感じでね、そうそう、可愛いよね。700円。このめっちゃ可愛いトートバッグですよ。これも、あ、そうだね、プリントなんだ、下は、うん、ダーフィーとセラル、シェリーメイ、リナベル4人います。これが4500円。後ろもちょっとこういうね、タウンっぽい感じですかね、街っぽい感じね。このさ、上ファスナーついてるトートバッグって結構使いやすくていいよね、うん。あ、内ポケット1個、外はポケットなしですね。なし、外はポケットなし、内ポケットが1個です。中の柄もなんか可愛かったよね、ちょっとね、今可愛いね。ダッフィーとか、あ、リーナベルとか、みんないる、シルエットでみんないるんだ、うん。え、めっちゃ可愛いじゃん、これ。こちらのトートバッグでございます。キーチェーン4個、うん、全員いるんだ。マフラー口元まで持ってってるのがめっちゃ可愛くない？なんかこの女子っぽい感じがすごい可愛い。あ、いくらって言いました、ごめんなさい、聞いてなかったです。3600円。4つセットで3600円。スープジャー、スープジャー3200円。3200円。これは柄なんだ。スープジャーいいですね。なんかお弁当とかと一緒にね、持ってくのにいいんじゃないですか。いいね。こちらはぬいぐるみストラップ、これはね、1つ2100円ですね。ぬいぐるみストラップ、ちょっとちっちゃめのやつです。ちょっとね、私の大好きなオルメル君をちょっとよく見てみましょうか。かわいい。なんか帽子どうしちゃったんですかね、これ。かわいいですね、これね。みんなね、ブーツに入ってます。ちょっとプレゼントみたいになっちゃってますね。オルメル君買う？違う、みんな入ってるわけじゃないんだ。みんなブーツに入ってるのかと思ったら違かった。ジェラトーニちゃんはなんだこれ、雪だるまか、雪だるまを抱っこしてますね。ステラルーちゃんは多分手袋に入ってて、シェリーメイとダフィーはプレゼント、クッキーアンは、あ、マグカップに入ってる。かわいいね。かわいい。え、リーナベル何これ、浮き輪リースか、リースだね。浮き輪かと思っちゃった。あまりにも季節外れたなと思って今びっくりしちゃった。リースですね、リースの中に入ってました。ステラルーちゃんのこのショルダーバッグね、新しいやつです。こちら3600円。めっちゃ可愛いですよ、このショルダーバッグって。なんかあのぬいぐるみを持ち歩きたくない時にちょうどいいんだよね、あの肩からかけられるのでね。個人的にはあのぬいぐるみ持ち歩くと片手が埋まっちゃう、両手埋まっちゃって嫌だから、私はこのショルダーバッグとかバッグ系のぬいぐるみになってるやつがおすすめです。で、こちらマフラー、え、マフラー4人ともいますよ、かわいい。4900円でございます。これ、ね、白のモコモコマフラーなんで、これからの季節に大活躍しそうですね。ね、かわいいね。生地が何かとか全然ちょっとすいません、こっからだとわからないんだけど、モフモフ、すごい、なんかこれからのパークのコーデにいいじゃないでしょうか。何それ、ちょっと待って。はい、雪、え、かわいい。だって待って、なんか
かわいい。抱っこしてます。ほら、買ってって見てる私たちのことを。これクリスマスツリーと一緒にぬいぐるみも飾れて、なんか便利なんじゃない？便利っていうの、ね、ちなみにおいくらでございますか？今年のクリスマスツリーはこれでいいんじゃない？5800円。今年のクリスマスツリーこれで、うん、あれ、あのリースはさっきのミッキーのやつ、いいんじゃないですか。いや、これめっちゃ可愛いじゃん。ここにヒイラギも、頭のところにね、ヒイラギとかもついてますよ。なんかすごいクリスマス感満載でめっちゃ可愛いですね、これね。で、これがウィンターティンクルタウンのぬいぐるみバッジですね。ダッフィーとステラルー、シェリー、メイリー、ノベルの4人が出ております。お洋服着てる、ちょっとコート着てるやつですね。1つ2400円でございます。こちらも新商品で、ウィンターティンクルタウンの商品ですね。ミニーちゃんとシェリーメルね、めっちゃ可愛い。これ何、可愛い。マフラーに一緒に巻いてあげてるんで、ミニーちゃんが。うん、これ激カワじゃないですか。ちょっとミニーちゃんだけこういうふうに2本縛ってるの、そうそう、一緒に縛ってんの。7600円でございます。ほら、一緒にね、入れてあげてるんだよ。見て、ほら見て、超可愛いじゃん。何これ、これあれだよね、あのダッフィーの前やってたショーのね、衣装ですね。とっても可愛いですよ。で、同じやつのぬいぐるみパッチも出ております。こちら4400円ですね。ぬいぐるみパッチって言ってもさ、結構なサイズあるよね。まあ今の昔と違って結構でかくなった、ね、かなり大きいよね。結構なんか、まあ存在感あるから、バッグとかにつけてちょっとアピールしたい方にはいいんじゃないですかね。これにミニーちゃんとこうグリーティング行くときとかつけてたらいいんじゃないですか、ね。目立つからね。そう、目立つからね、ミニーちゃんにも見つけてもらえるし、いいんじゃないでしょうか。で、こちらダッフィーのぬいぐるみのコスチュームですね。全員今回の衣装ですね。全部一緒なのかな。そうそう、結構すんだよね。5400円、みんな一緒かな。みんなお値段一緒ですかね。うん、一緒っぽいですね。はい、全員分コスチューム出ております。と、これがちょっと新商品だったかどうか思い出せないんですけど、一応取っときます。これがシェリーメイちゃんのショルダーバッグ、ダッフィーのショルダーバッグ、ジェラトーニのショルダーバッグ、3つ出てますね。3種類で1つ3200円。なんかうちさ、ショルダーバッグじゃなくて腰にくっつけるこのぐらいのサイズのバッグありましたけど、ショルダーバッグだとあのパンツじゃなくてね、スカートの時にも使えるから、個人的にはショルダーバッグの方がいいかなって思います。3種類出ております。それは何ですか？それ何？ウォールポケット。あ、なんか入れるやつ。あ、はあ、はあははあ、は。壁とかにかけといて、なんかあのお手紙とか入れるやつだ。結構でかくない？あ、タペストリーとして使用できます。うん、へー、裏がタペスト、裏がそのミッキーのツリーの形ってことなのかな？え、めっちゃ可愛い。でも裏のリースが可愛いな、個人的には。こちらがウィンターティンクルタウンのお菓子ですね。こちらクッキー、え、シュトーレン風なんだ。わ、クリスマスにちなんでてすごいいいですね。950円、1月25日までが賞味期限となっております。こういう感じだ。ほんとほら見て見て、シュトーレンみたいになってる。本当だ、美味しそう。え、美味しそうだね、これいいな、うん、ちゃんとルーちゃんがドドンと書いてありますね。いいね、いいのが出てるよ、ほら。これ好きなんだよね、私。これさ、これちっちゃいしさ、可愛いし集めやすいんだよね。ミニチュア的でいいよね。そう、コレクションしたくなっちゃうよね。いや、わかる、本当これ。通常でかい袋じゃん、大きい袋。ね、そう、これのさ、大きいやつも、それはそれで可愛いんだけど、このサイズいいよね。ちっちゃくなった感じで、なんか欲しくなるよね。わかる、可愛い、欲しくなる。で、中身は一体何なんでしょうか。なんだろう。ね、とりあえず1400円、1月17日が賞味期限で、うん、中身がね、そこに載ってる。これなんだなんだ、中身は、あ、チョコレートだ。かわいいよ、ダッフィーの、ね、ダッフィーの絵のチョコレートですね。うん、かわいいチョコだ。シンプルで美味しそう。シンプルイズベストですね。買いです。こちらのクッキー、ん、違うな、ラスクかな。そうだね、チョコカバーラスク、チョコカバードラスク、うん、1300円、賞味期限が1月30日までですね、うん。これね、美味しそうだよ、とっても。ほら見て、上がダッフィーで下がシェリーメイちゃんですね。いや、ラスクだけでもうまいけどね。これはチョコをコーティングされてるからね。いや、これ美味しそうじゃない。これと私個人的にこのシュトーレンのクッキーが気に入りました。はい、こちらね、マシュマロでした。これで巾着で使えるでしょ。巾着、ほんと巾着好きだよね。缶とかだとさ、どうしてもその後使えな
くなっちゃうからさ、この巾着とかだとさ、後で使えるからいいよね。はい、1100円、12月16日賞味期限ですね。あ、意外とマシュマロだから短いね、うん、こんな感じです。いや、美味しそう。これもいいな、この巾着も可愛いな。これとこれ買うかね。それいいですね。というわけでダッフィー新商品でございました。ありがとうございます。